こんにちは。株式会社テレワークマネジメントの代表をしております田沢入です。全国の自治体の皆様へ、自治体におけるテレワーク施策のご紹介をさせていただきます。私田沢入はもうテレワークを自分自身が始めて23年、最初の会社を作って17年、テレワークマネジメントをスタートしてもう7年というふうにずっとテレワークを推進してまいりました。最近国でのテレワークの施策が進む中、国の委員をさせていただいたり、いろいろな賞をいただいたり、あるいは本を出させていただいたりといったようなことをしております。私自身このテレワークがなければ働き続けることができませんでした。テレワークについて基本的な部分をまずはご紹介させてください。テレワークは離れた場所で働くという造語です。 ICT を活用して場所や時間にとらわれない柔軟な働き方、この働き方をすべてテレワークと呼んでおります。ポイントは場所と時間という、これまで働くには必ず決められていたものが解放されることによって、これまで働きたくても働けなかった人、子育てや親の介護、地方在住等で働けなかった人が働けるようになる、これがテレワークの一番のメリットです。定義上ではテレワークは離れた場所で仕事をする時間が週に8時間以上であれば、家であっても、あるいは出張先であっても、その人はテレワークをしているというふうに言われています。さて、このテレワーク、 ICT を活用して場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ということで、さまざまな働く人に当てはまります。例えば分類をしてみますと、雇用されている、企業に雇用されている人がこのような働き方をするのを雇用型テレワーク、そして逆に自営でこのような働き方をするのを自営型テレワークと呼びます。雇用と自営、全く違った働き方です。これに対し、移動できる、移動しやすい、移動したいということで、移動しながらテレワークをしているケースをモバイル型テレワークと言います。反対に、移動しにくい、移動したくない、移動できない状況であるため、家で仕事をする在宅型テレワークというのがあります。移動できる、移動できない、状況としては全く逆ですね。これを上下左右、こう分類しますと分かりやすくなります。会社に勤めながら移動しているのは営業マンとか出張の多い方。会社に雇用されながら家や、あるいは地方で仕事をしている在宅勤務、あるいはサテライトオフィス勤務といったような人たちがいます。さらに、今度自営型の方では、最近はいわゆるフリーランスの方々はほとんどパソコンを使ってますので、テレワーカーの方が多いですね。でも地域にいらっしゃる障害をお持ちの方、あるいは専業主婦の方といったような方々は、家にいながら自営で仕事をしたい、在宅ワークという言葉でよく呼ばれている分類ですね。テレワークといってもこの全てを指しているということを、ぜひまずご理解いただければと思いました。そしてこのテレワーク、企業に、そして働く人に、社会にもたらす効果は本当にたくさんあります。企業にとっては生産性向上、社員のワークライフバランス、また危機管理ですね。そして働く人にとっては通勤時間の削減、それから怪我や病気対策、子育てや親の介護、そして居住地の選択。今までは仕事のためにどこか遠く、東京とかですね、大阪とか都会に行かなくてはいけなかった、でも本当は地方で暮らしたいんだっていう人は、テレワークによって地方にいながら東京の仕事ができるようになる。そして社会全体としても、これから労働力不足の中、より多くの人が働ける、そういうテレワークの効果は非常に期待をされているところです。政府においても成長戦略ですねの中でテレワークが謳われ、そして2020年の東京オリンピック開催までに
KPI 目標値としてテレワーク導入企業3倍にします、この部分ですね、という目標と、もう一つ週1日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカーを全労働者の 10% 以上にする、つまりここですね、在宅勤務者を増やすということを目標値に定めています。2015年のテレワーク政策に関しましても、6月に発表されたさまざまな、日本最高戦略ですね、とか、あるいは経済と、財政運営と改革の基本方針、骨太の方針ですね、の中にもテレワーク、特にこのふるさとテレワークというキーワードが各所に入っている。これが今年の政策の、テレワークにおける目玉になっております。実際じゃあ企業はどうかというと、こちらは総務省のデータですと、導入している企業、実はまだまだ少ないんです。でも在宅勤務を導入している企業、昨年の 1.9% から 2.7 に上がっています。大きな企業も、あるいは中小企業も上がってきています。また導入している企業が中で、その制度を利用している人もちょっとですが上がっています。正直まだまだこれからなんですが、企業も今動いて、大企業を中心に動きながら確実に増加傾向にある。そういう状況が今の現状だというふうに思っております。さて、先ほどちょっとお話ししたふるさとテレワーク、これは地方創生において今までにない施策として注目をされています。これまでの地方の活性化の施策というと、産業創出、観光、食、地元での起業といったことがよく言われてきました。実は私は北海道に住んでおります。ちょっとですからこれ北海道の説明になってしまいますけれども、全国各地同じだと思ってください。産業創出、あるいは企業誘致というのを、いわゆる地方の活性化の二大施策として実施してきたかと思います。もちろんこれは重要な施策なんですが、ここにテレワークというキーワードが重なり合い、新しい人材誘致というものが今注目されています。何かと言いますと、例えば地方で育ったいい人材ですね、でもやはり仕事を求めて都会の方に行ってしまいます。都会の企業に就職してしまうと、今度はそこで家族を作ってもう地方には帰らないな、帰れないなっていうことになりがちです。たとえ本人が帰りたいと思っても、会社を辞めて帰るわけにはいきません。そんな時に地方のふるさとの親が帰ってきてほしい、あるいは体調が悪くなった、帰りたいでも帰れない、そういうジレンマの中で決意して辞めて帰ってくる人もいましたが、あるいは親を呼び寄せている人もいる。そんな中でこれからは違うことが一つあります。従来ではなかった人材不足の波が押し寄せてきています。企業もいい人材は失いたくないということで、こういった人材を失わない一つの方法として、地域に離れたところに帰ってもテレワークで雇用を継続するという選択肢が出てまいります。家族ごと地方に戻っても雇用を継続し、従来通りの仕事ができる。ICT の発達やそういったものによって、今までとやっていた仕事と同じ仕事を地方でもできる時代がやってきます。それを促進しよう、ふるさとに帰ってもテレワークで仕事ができる、これをふるさとテレワークと呼んで、実施していきます。都会の企業からもらったお給料、地域で消費し、子育てし、社会参加する、そういう大きなメリットを地域にもたらすものがふるさとテレワークなんです。さて、このふるさとテレワークですね、実際に実施しようということになると、企業側もですね、いろいろ悩ましいことがあります。突然離れた場所で地方で在宅勤務をするのは心配だなと思われる企業さんに対して、今地域にサテライトオフィスという遠隔オフィスを作って、企業が安心して仕事ができる環境を作ろうという動きがあります。東京の企業と地方のサテライトオフィスを結んで、そして今までと同じ仕事ができる環境を作る。これによって企業が人を地方に送り出しやすくなる、
返しやすくなるという環境を作っていく、そういう、ふるさとテレワークの一つでございます。そのためには地域は物理的拠点を作らなきゃいけない。ただお金をかけるのではなく、既存の有給施設とかを使って、そして人をお招きする体制を作ってですね、またそこが自立できるモデルを作ろう。これが実は今総務省が実施しているふるさとテレワークです。こういったモデルができることにより、来年以降全国でこのようなふるさとテレワークが広がれば、地域にとっては企業の人が帰ってくる非常にありがたい環境、あるいは仕事場、あるいは施策になるというふうに考えています。そのために今都心部の企業には導入支援や規制緩和、助成金、また ICT 環境の整備が行われている中、地域はその受け入れる体制を作っていく必要があります。これは同時にやっていって効果が出てくるものと考えています。これは先日新聞に載っていたものなんですが、遠隔オフィス、働き方柔軟、会社と在宅の中間、業務環境充実といったような記事が出ていました。実はこの記事はですね、都心部で通勤を緩和するためにですね、住宅の近く、郊外の近くにオフィスをというものなんですが、ここでのキーワードは、従来の仕事がそのまま離れていてもできるようになってきた。だから企業はサテライトオフィスを出してきていると言われています。それを一歩進めれば、先ほどお話ししたような地方のサテライトオフィス勤務も決して夢物語ではないはずです。さて、そんな中、テレワークに関する自治体の施策、どういったことができるかについてご紹介しておきたいというふうに思っております。一言でテレワークの施策といっても、目的と対象で様々でございます。移住促進、企業、地域の企業強化、地域の就業支援、あるいは両立支援、弱者支援、企業支援、また状況を把握するためのニーズ調査、またその自治体さん自身で町内で導入するといったようなケースも増えてきております。例えば先ほどのね、テレワークの図で言いますと、こんな感じで、企業の導入ですとここですし、子育て介護の人たちの支援だとこちら、若者の支援だとここ、それから一人親や障害者といった弱者の方だとこういったところというふうに、自治体様が自分の地域でどのテレワーク施策をやればいいかというのを、これからは選びながら、考えながら進めていく必要があると考えております。すいません、忘れておりました。 U ターンの方々はも受け入れることができます。こういったテレワークの施策メニュー、実は弊社の方で10個ほど用意させていただいています。その目的に応じて、また組み合わせによって、その自治体様に合った、テレワークの推進というのをお手伝いすることができます。テレワークの普及事業、また先ほどご紹介したふるさとテレワークの事業、さらに就業支援、また調査、自治体での導入、それぞれの目的に応じたメニューをご用意しておりますので、ぜひこれからの地方創生における、また総合戦略を組む中でのテレワークをお考えの皆様、お気軽にお問い合わせをいただければと思います。それぞれの詳しい施策についてご紹介をさせていただきます。また弊社の、関連会社の方では、テレワーク専門の人材マッチングサービスをスタートしました。企業が、都心部の企業が社員を遠隔で雇用する、あるいは遠くにいる地方の人材を雇用したいといったような時にマッチングができるサービスになります。これから地方におけるテレワークを推進される自治体様、ぜひこういったサービスと一体化して企業とつなげさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらはテレワーク専門人材マッチングサービス、テレマチと申しますので、よろしくお願いいたします。このような自治体におけるテレワーク施策についてご興味のある企業様、お気軽に株式会社テレワークマネジメントにお問い合わせください。こちらが連絡先となっております。もちろんホームページの方もございますので、
テレワークマネジメントと検索いただければ一番に出てまいりますので、ぜひ気軽にお問い合わせをいただければと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。